突如として登場し、ユーザーを驚かせた歴代日本代表セレクション。このメンバーの中で、アーティストでの登場を期待された人がいました。その人の名は松中信彦さんです。しかし、蓋を開けてみると、まさかのパワーヒッターで驚いた方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、なぜアーティストではなく、パワーヒッターでの登場なのかについて考察してみます。松中さんがプロスピエースに初めて登場したのは、2016シリーズ2の OB 第1弾でした。その時の能力は三冠王に輝いた2004年時のもので、弾道はパワーヒッターでした。まだこの頃はリアタイがなかったため、パワー射程に異を唱える人はほとんどおらず、むしろミパ同期ということもあり、大当たり扱いをされていました。初登場から月日が流れ、迎えた2018年4月2日、リアルタイム対戦が正式に実装されるようになります。その後、アーチ降格が最強と言われるようになっていきます。2021シリーズの OB 第4弾で、4年ぶりに松中さんが登場しました。この時も三冠王に輝いた2004年査定で、弾道はパワーヒッターでした。すでにリアタイでアーチ降格ゲーと言われていたため、松中さんのパワーヒッター査定に異を唱えるユーザーが続出しました。ではなぜパワーヒッターなのか考えてみましょう。これには2005年4月7日発売のプロ野球スピリッツ2での査定が影響していると考えられます。2004年の成績が反映されているプロスピ2においてパワー射程だったんですよね。ちなみにこの時はまだアーチストは実装されていませんでした。これをそのままプロスピエースに反映させたためにアーチストではなくパワーヒッターなのだと思われます。これに関しては致し方ないのかなと思いました。問題なのは、今回登場の侍ジャパン仕様の松中さんです。2022年2月28日、2006、2009日本代表選手がプロスピエースに登場との発表があり、ユーザーの間で驚きや歓喜の声が上がりました。それと同時に松中さんのアーティストでの登場を期待する人も現れました。しかし、パワーヒッターのままだったため、松中はなぜアーティストにならないんだ。松中アーティストじゃないことに怒りを隠せないなど、疑問や怒りの声が噴出しました。今回登場の松中さんのステータスは、2005年シーズンプラス、WBC での活躍が基準になっていると思われます。2005年のペナントシーズン中のデータが元になっているプロ野球スピリッツさんで松中さんの能力を確認すると、なんとアーティスト査定になっているんですよね。ではなぜアーティストではなくパワーヒッターのままなのか、考えられる理由は主に2つ。1、ゲームバランスの都合上パワヒになっている。12球団で偏りを防ぐためにわざとパワヒにしているのではないかということですが、オリックスはこれまでに8人ものアーティストがいることから、その線は考えにくいでしょう。ゲームバランスを取るためなら、むしろアーティストにすべきだと思います。コナミのメンツを保つため、仮に今回アーティストで出した場合、三冠王バージョンとの整合性が取れなくなってしまいます。三冠王バージョンは、プロスピ2からそのまま持ってきただけの手抜きだと認めることになってしまうため、メンツを保つためにパワヒのままにしているのではないでしょうか。パワヒで出してしまったがために、引くに引けない状況になっているのかもしれません。アーチストが実装されたプロスピ3から、プロスピ2015までずっとアーチ査定だったので、アーチストで良かったのではと正直思いましたが、いろいろ複雑な事情があるのかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回唯一のアーチスト候補だっただけに、パワーヒッターでの登場は残念でした。今回の件に関しては、もう今後、松中さんの弾道がアーティストになることはありませんという、コナミからのメッセージなのかもしれません。パワヒとプルヒが強化されることになりましたが、松中さんをアーティストで出すことはないけど、パワヒとプルヒの情報修正するから、これで許してねと言われたような気がします。いずれにせよ、今回の件で今後、アーティストでの登場の可能性はかなり低くなりましたね。今後の情報修正で、パワヒとプルヒが少しでも報われることを願って、今回の動画を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。